大怪獣決闘ガメラ対バルゴンを見て、これねバルゴンが出てからめちゃくちゃ面白い。最初なんかガメラの出番がめちゃくちゃ少ねえしさでもってさ、バルゴン出るまで30分くらいかかんだよ俺。それ投げちゃ投げんだけどね、あのねバルゴンがねもうなんかものすごいなんかいろんなもん詰め込みすぎててさ、もうお前はアンギラスを超えたやって見てて思った。伸ばした舌の先から冷凍ガスを噴出するってね完全にガメラ狙い撃ちやん、その能力南国に住んで南国の怪獣なのにさなんかそれ、いやそもそもなんかあの背中から虹を出してさ辺りを破壊し尽くすっていうのも面白いんだけどさ、もうなんだろうね面白いわバルゴンという存在が。もうだってさ攻撃する前にさ、なんかすごい遠くにあるさ、ミサイルの基地をさ、なんかミサイル攻撃するなって察知して虹を発射して壊滅させんだと、パパパパパパパ面白すぎるだろバルゴン。水に溶けるっていうのも面白いし、もうね、なんだろうね、あのまあ気に入ったシーンを挙げていくならね、まずねあのバルゴンが生まれるシーンがさあるんだけど、卵からすげえ寝ちゃついててね、あそこがまずいいなって食いついたところなんだよ。だってね、あとはね、そっからなんだろう、あのバルゴンにさ、船を燃やされるんだけどさ、その時にね、それを見ていた、中国人の闇商人がいたんだけどさ、えらいことになったね、みたいな。軽って、なんだろうね。すげえなんか言い方軽いのが面白かったんだ。うん。なんだろうな。あとね、なんか面白いとは違うんだけどね。あの、バルゴンがね、あの、ドナルド・ダックみたいな鳴き声するんだけどさ、めちゃくちゃうるせえんだよ、あいつ。もう、いや、最初はなんか派手な鳴き声でいいなと思ったんだけどね、めちゃ、すげえね、なんか頻度が高くてさ、どん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 耳障りになってくるんだよね、あの鳴き声が。あれ、もうちょっと、抑えてくれよと、あんだけやるなら、あんだけ泣き声を言うなら抑えてくれよと思って。他に面白いところは、あれかな、小野寺っていうなんかまあ殺人鬼がいるけどさそいつにね、話にね、参加させるためにさ、なんか妻がさ、なんかニュースでやってたけど、5000カラットの台を水に沈めて、バルゴン誘って言ってたわよって言ってる。ニュース何でもかんでも言い過ぎだろ、みたいな。そんな細かいとこまで言うのかよって。ニュース。あんなもうなんか作戦のなんかあれや。絶対ニュースで言わねえだろ、そんなと。軍が発表しました、と。やるか、そんな細かいこの5000カラットのダイヤを。まあ、小野寺をね、どうしてもダイヤ争奪戦に、加えさせたくて、やったんだろうけど、なんかそういうなんかね、パワーな展開が多いんだよ、この映画。うん。なぜバルゴンはダイヤになんか誘われなかったんだ。バルゴンは放射能で奇形人になったからって。ならば、ダイヤに放射能を当てればいいんだって。理屈がすげえよ。本当にね、人間対バルゴンって感じだったんだ、ほとんど。ガメラはね、一瞬でなんか冷凍ガス吹きかけられてね、
もう1時間ぐらいなんか死んでんだよ。死んでるっていうか、なんか冷凍されたままなんだ。最後のもう10分切ったあたりで急にさ、なんか、大阪城が溶けた時、ガメラも溶けたって、なんかナレーションが来て、なんか、バルゴン追いかけてさ、で、なんか、あっという間にバルゴンを倒すんだよさ、ガメラが。なんでその時にはもう、冷凍ガス出さなかったんだろう。でね、倒し方がいいんだよ。バルゴンね、水に溶けるみたいな弱点があるんだけどさ、陸上怪獣だから水に入ると溶けちゃうみたいな、そんな。また、この映画のなんか、パワーな理屈ないんだけどさ。その時にね、ガメラがね、首に噛みついてね、もうちょっとずつね、水の中に引きずり込んでいくんだって、バルゴン。ワニみたいに。なんかそのね、引きずり込み方がさ、なんか、ホラーな感じでさ、なんだろうね、派手な決着じゃなくてね、じわりじわりとなんか水の中に、こう、埋めていくっていう感じでさ、そこがなんかホラーを感じてね、好みで。いいんだよな。だめだね。俺の思ったね、ガメラ対バルゴンの魅力的なシーン。本当にこの映画、バルゴンが出てから面白かったね。